なんか悠仁さまの東京大学進学プランに大きな問題っていうことが、デイリー新潮の方で書かれてたんですけども、はい。で結構進学制度で進学されたっていう形で、その中に、当然その作文コンクールでの佳作っていうの評価が含まれたのは間違いないだろうっていう形で、書かれていて、実際それで、宮内庁の方も、それは盗作だったという形で、悠仁さまも認めたっていう形で、なったんですけども、認めましたね。この辺でね、ちょっといろいろと、どうなんだっていう形で、批判が起きたっていうところで、世界の方ではね、全然その辺の報道っていうのは、著作権侵害みたいな感じで報道されてて、引用漏れって感じで報道してるのは日本ぐらいでね、確かにこのね。辺が、どうなのかなっていうところではありますけども、世界はね、痛烈に批判してますけども、その辺で、一応、悠仁さま、一応進学校に行かれたっていう形で、東大を目指すのかなって感じでは言われてるけども、その一般の国民と一緒に、競争する必要ないんちゃうかってところでね、確かに。これからは帝王学を身につける方がいいんちゃうかって形では、書かれてたけども、この辺が、現在、紀子さまから、帝能学を授かっているってところで、低能の方ですね。国民から不信感を買うだけってところでね、いろいろと報道されてますけどね。されてますね。だってなんか今日不思議なね、発表というか、愛子さまの記者会見と悠仁さまのお卒業式の日程が重なったのは、私のミスでしたって西村宮内庁長官がなんか発表して、なんでわざわざこんなね、一週間も経ってから なんかこういうの発表したのかよくわからないんですけど。これは別にそのブッティングっていうよりも、もうわざとしかありえないですもんね、どう考えても。めちゃくちゃ前からね、決まってたわけで、愛子さまのね、こういう青年会見の日とかも。そもそもだから、宮内庁っつってもね、もう1000人ぐらいおる組織で、なんか誰一人気づかなかったってこともありえないわけやから、私のミスじゃなくて、宮内庁全体のミスというかね、その誰も報告しなかったわけやから、確かに。そんなありえないわけで、その辺もね、おかしいかなってところではありますけども。なんでわざわざ今になって1週間経ってからこんなも言ったんか。しかも別に最悪ね、愛子さまと同じ日でもいいっちゃいいというか、別に結局愛子さまのね、会見すごい素晴らしかったって声の方が圧倒的に多かったし。そうですね。でも結局こんなところに関してもね、なんか悠仁さまに関しての不信感っていうのは、逆にこの発表がなんか募ってるというか、そうですね。なんか裏であったんじゃないかみたいな、憶測が立ってますけど。その辺でね、その後もね、その翌日には悠仁さまが皇居に入って、宮中三殿を参拝っていう形でも書かれてましたけども、こんなんもなぜかね、速報みたいな感じでも報道されてましたけども、別にこんなんは別に皇室のスケジュールに入ってなかったわけだし、そんな言うほどでもないんだけども、一応この天皇皇后両陛下に挨拶されたっていう形で書かれてて、で一応その記事によると、いろんな記事見てみたら、その両陛下だけ挨拶みたいな感じで書いてるとこもあれば、両陛下だけじゃなくて愛子さまとも面会してお茶の水卒業を報告されたみたいな感じで書かれてたから、だからこの辺で、その愛子さまが格上だっていう形で、認められたっていうところではあるんでしょうね、その記事によってはそういう形で書かれてるから。愛子さまにもお会いになったんですね。卒業を愛子さまに報告されたっていう形で、書いてるんで、その格上の人に対して挨拶をされたっていうところでしょうね。実際格上なんですけども、その辺で、ちょっと報道の方にもちょっと変化が出だしたかなっていう。確かに一応、確か悠仁さに。まがね、持ち上げすぎても自分から辞退される可能性も高まってきたし、その辺で、こういった記事も出していきたいのかなっていう形では。確かにね。だから青年会見を見てしまったら、なんていうんですかね、いろんな記事でも挙げられてましたけど、この直系の血筋の方だけが、なんかまとえるような独特なこう、オーラというか、包み込むようなオーラとか、なんていうんですかね、アニメとかで、キングダムっていう、こう漫画とかでは、なんか武将がね、いろんな武将がいるんですけど、将軍が。なんか優れた武将の要素の一つに、声があると。すごく声が通る武将っていうのは、一つの武器であるみたいなことが表現されるんですけど、なんか愛子様に関してもそんな感じというか、すごく聞きやすい声というか、そうですね。なんかああいうのがね、もしかしたらこう直系の血筋の方だけがまとえるオーラなんかなって思ったりしましたけど、なんかやっぱ差がね、悠仁さまとは大きく出たなって感じですけどね。そうですね。もしかしたら挨拶に行った悠仁さまもビビってたかもしれないですね、愛子様に。ビビってたっていうか、あんまり悠仁さまに関しては、
まあ、全然その情報がね、なんか気持ち悪いぐらい出てこないというか、はい、まあ、その卒業式の件に関しても全然その前日まで出てこなかったというかね。あ、確かにね、当日になって卒業式でしたって感じで、まあ、報道したぐらいなんで、なんかまあその週刊誌とかであれば当然ね、あの事前に入手してるはずだし、うん、まあ、その辺の報道とかも、まあ、どうなってるのかなっていうのもあるし、確かにね、なんかおかしい、まあ、当日まで卒業式を隠してたっていう形で、まあ、普通ね、まあ、その、まあ、その辺でその事前に発表したら一般の人が撮影しに来るからっていうことを考えて、まあ、発表しないんであれば全然わかるんだけども、はい、ただまあそれであれば筑波大附属高校のその準備会とかも事前に発表しないわけじゃないですか、それが分かってたらね。そうですよね。だから少なくともその筑波大学附属高校 の, 事前あの準備会っていうのを発表した週刊誌っていうのは、この卒業式っていうのも一緒に記事にしとかないと、おかしいですもんね、矛盾するというかね、卒業式の方がメインイベントなのに、そのサブイベントの準備会だけ記事にして確かに、まあ、卒業式っていうメインイベントを記事にしないっていう、まあ、この辺がまあかなり矛盾しているというかね。はいはいはい。だって午前中に卒業式して、まあ、そのまま午後は準備会っていう形で、そうですね、いたわけですもんね。セットみたいなもんで、その準備会とその卒業式どっちがまあそのメインイベントかっていったら、まあ、卒業式の方がね、完全にね、まあ、メインイベントのはずだし、うん、まあ、その辺でなぜかその準備会の方しか記事にしてなかったってところで、まあ、この辺がまあ週刊誌がまあ分かってて記事を書かなかったってところが、まあ、丸見えというか、まあ、そういうところがあるかなってところですね。一応準備会の方にはまあ出待ちというか、何人かは草津さんも待ってて声かけたりとかっていう方もなんかいたみたいですね。まあ、だから準備会は間違いなく行ってたっていう形で、あの実際その一般の人のまあ写真も撮られてたし、はいはい、なんかその遠巻きの写真とかでも報道陣がたくさんおったなっていうのが確かに、まあ、見えたんで、まあ、それはまあ間違いなく本当に書いたんだなってところは伝わってくるんですけども、うん、ただお茶の水の卒業式に関してはその誰も写真撮ってる人がいないんで、なんかその前撮りの写真しかないなっていうところがはい、はい、まあ、ちょっとかなりね、だって普通に考えたら別にそのお茶の水じゃなくてその筑波大附属高校の準備会があるから、まあ、もしかしたらそのお茶の水とかでも周辺とかでも待機してた人がいてもおかしくないしね。おかしくないですね。一般の人がおってもおかしくないしってところもあるから、まあ、どうなのかなってこないしたけどね。ですよね。不思議ななんか、ね、どう何を隠して何を出すのかよくわからないですけど、まあね、週刊誌とかもまあその仏滅で卒業式なんかだったらすごいネタになるしね。しかも愛子様と重なってたらすごいネタになるから、絶対、まあ、書かない方がおかしいしね。うん、まあ、この辺がだからその宮内庁からの圧力があって逆に報道ができてないっていうところがあるんかもわからないですね。ああ、そうなんですかね。だからそのニューヨークの方とかでも小室圭と眞子さんが結婚してから結婚生活とかを報道できないっていうぐらいにそこ圧力かかって、まあ、できなくなったっていう形ではありますからね。まあそうですね、完全なくなりましたよね、報道は。だまあどう考えてもその久志様が卒業式に成年皇族の記者会見をまあぶつけてきたのかなっていうところがあるのか、うん、まあ、卒業式がエア卒業式なのかちょっとまあ分からないですけども、まあそのわざとってところはあるんかも分からないですけどね、まあ、ぶつけてきてどっちも祝福されるって形になると思ったのかね、分からないですけど、結局は愛子様だけ上がって久々も下がってる感じですけどね、結果的に。そうですね。まあ、ちなみになんかその眞子さんに関してはその婚約内定報道があった時にその天皇陛下が天皇皇后両陛下がね、はい、皇太子時代に奈良の障害者のイベントとかに、まあ、公務で出かけられた時があって、まあ、その時になんかその全然報告をしてなかったっていう形でなんか婚約内定発表したみたいよみたいな感じで後で聞かされて、まあ、驚いたって形で、まあ、記事になったっていうことで、はい、まあ、皇太子も驚かれたっていう形があったんで、はいはいはい、まあ、その辺で、まあ、怒られてわざとそこにぶつけてきた可能性はなくはないかもしれないですけどね、まあ、そういった大事なイベントに当ててきてって形でやられたからっていうのもあるかもわかんないですけどね、はいはい、だからその宮内庁の、まあ、誰かが怒ってそこに、まあ、仕返しでっていう可能性も、まあ、なくはないですけども、まあ、それがどうなのかなってところはありますけどね、まあ、内部にもね敵というか嫌と思ってる人がいるでしょうからね、いろいろ、まあ、もともとその眞子さんにしても佳子さまとか、まあ、紀子さまにしても全日本ろう連盟とかでね、はい、その障害者向けにいろいろお仕事されてるわけやから、その天皇皇后両陛下とかが皇太子時代にまあ、その障害者向けにねイベント出てるわけだから、そこをまあ邪魔したっていうところでもあるから、はいはいはい、まあ、この辺がまあどうなのかなってところで、うん、まあ、その元々皇太子夫妻がまあ最後の公務として、まあそこの奈良のイベントに行かれてたから、本来であればそこがねすごい大ニュースになるというか、うん、あとこあったのに、まあ、そこの日にわざわざあえてわざと婚約内定会見をまあぶつけてきたって形で、まあ、この辺はね動画界でもまあおかしいですもんね、あのわざと仕向けてきたってところなんで、うん、なんかもう秋篠宮家付きの
あの宮内庁職員が渡ってそこにやってきたから、はいはい、まあ、逆に天皇家の宮内庁職員が渡ってそこにぶつけてきたっていう可能性も、まあ、ゼロではないかも分からないですけども、はいはい、内側でやり合ってるかもしれないですね。まあ、一応なんかそのテーミスとかの記事の方とかでは愛子さまを天皇へみたいな感じで宮内庁とかも動き出されてるみたいな感じで書かれてたから、まあ、この辺が、まあ、そういった仕返しとしてやった可能性としては、まあ、ゼロではないのかなってところはありますけども、なあ、まあ、今のねロシアウクライナの戦争でロシアの、ね、内部の人たちもこうやっぱ反発してる人が多いっていうから、ね、プーチンもダメだっていうことで反旗を翻す人も結構内部にはいるみたいで、うん、なんかそんな感じですよね。もうなんかもともと KGB やったかな、なんかその秘密組織かなんかでプーチンさんがもともと働いとって、でそこ の職員がいろいろと内部情報を元組織の人が、はい、まあ、内部情報とかを、まあ、出してきてるみたいですね。まあ、本当はなんか2週間以内に終わらせるつもりだったとか、まあ、そういった情報とかを、うん、まあ、今の職員が内部情報を元職員に、まあ、渡して、で、まあ、それをメディアが伝えてっていう形で、はい、いろいろと、まあ、情報が出てきてるみたいですけども、まあ、裏切ってるというかまあ裏切りというか、うん、なんかまあ、内部の人間にもこいつは許せないって感じで、まあ、プーチンのことを怒ってる人がおって、そうだね、まあその辺でね、うん、まあ、ついていけないって感じで、まあ、海外に行った人っていうのはもともとその、まあ、KGB かなんかにおって、はい、まあ、この仕事しろって言って、まあ、嫌やって言ったら、嫌やって断ったらなんかその変な罪をかぶせられて刑務所に入れられそうになったから、まあ、海外に逃亡したっていう人なんですけども、はい、その人にその内部からいろいろとなんか情報が教えてもらってるみたいで、まあ、それを流してるみたいですね。ああ、そうですか。まあ、そういう形でまあ裏切りとかで、まあ、そういった情報とかがあるでしょうね、まあ、出てたりとか、まあ、恨み買ってしまうと、うん、まあ、そういう形でいろいろとね、後でまあ仕返しというか、確かに確かに、まあ、そういったのは、まあ、来るのかなってところはありますけども、まあ、ちなみにその2019年9月7日とかに、まあ、天皇皇后両陛下とかが、まあ、秋田を訪問されたことがあったんですけども、はい、でまあ、ここで全国豊かな海づくり大会っていう形で、まあ、これはその天皇陛下になってから初めての地方公務っていう形で、うん、まあ、当然ここもすごい一大イベントなんでビッグニュースになるというかね、そのとこだったんですけども、まあ、その日の地方公務の日に実はその皇后様とかも一緒に行く予定で、まあ、同行される予定だったんですけども、はい、ただその皇室スケジュールには体調に支障がなければ同行するって感じで、まあ、朝日新聞の皇室スケジュールの方に書かれてたんですけども、はい、ただその当日支障が出て行けなくなったっていう形で、うん、でその日に発表されたのが、まあ、美智子さまが乳がんっていう形で発表されて、まあ、その日に手術を受けられて翌日退院したのかな、はいはいはい、2日後に退院みたいな感じで、まあ、なったみたいなんですけども、はい、だからまあその辺も、まあ、かなり乳がんが怪しいかなって、まあ、エア乳がんというか、まあ、そういう形で確かに、まあ、怪しまれてるんですけども、2日ぐらいで帰ってきたんですね。そうですね、まあ、この辺がその通常であればその乳がんっていうのは、うん、まあ、医者とかが書いてるブログとかによると、まあ、1日か2日前にまず入院をして、はい、でまあ、手術後1週間ぐらいで、まあ、退院になりますみたいな感じの、まあ、医者の記事とかがあるんで、はい、美智子様の場合はその日に見つかって、で2日後に退院みたいな感じで書いてるから、まあ、まずありえないかなってところがあるんで、この辺がまあその嘘で乳がんみたいな感じでまあ発表したってところが、まあ、間違いないだろうってところではありますけどね。エア乳がん、うん、まあ、この辺がちょっとまあ怪しいかなってところですね。だまあ美智子様としたらもともとバストがないからまあバレないっていうところもあるんでしょうけども、もともと結婚するときに、ね、バスト80みたいな感じで発表されてましたけども、ああ、なんかね、3サイズ公表されてたんですかね。そうですね、なんかまあ乳がんで片方を除去しても、もともとないからバレないっていうところもあったんでしょうけども、まあまあ、なんかこの間のね、小室圭さんのお母さんの佳代さんですかね、はいはい、がなんかね、久々にこう取り上げられてて、その救急車呼んで、お父さん、ね、病院に運ばれたけど、3時間後ぐらいに戻ってきたみたいな。ありましたね。何やったんやこれはみたいな、なんかそんな感じですよね。こんなすぐに戻ってくるんだったら何だったんだみたいな。そうですね、確かにエア乳がんの可能性ありますね。まあ、その久志さんの写真にしても、その卒業式の写真とかでも、まあ、その逆光で撮影したりとかね、その普通であればその影が後ろの方に映るはずやのに、はい、影が前の方に映ってるから、まあ、逆光で写真撮影してるっていうのが、まあ、まるわかりやから、はいはい、まあ、プロのカメラマンじゃないことはまあすぐにわかるというかね、その辺で素人が撮ってるんでしょうね、まあ、この辺でまあ、ちょっとまあいろいろとおかしな点がまあどんどんまあ見つかってくるというかね、まあ、違和感のある写真が多いかなってところはありますけどね。ありますよね。でこのちなみにその久志さんの写真でちょっとまあなんかやたらとおかしな点が気づいたんですけども、はい、なんかその久志さまがなんかやたら首がやたら長いというかね、はい、一回写真とかで肩の部分から上を比較してみたら、はい、なんかまあ紀子さまよりも大きいし、
で昭島様よりも、まあ、大きくなるというかね、その辺で肩から上だけを調べたらやたらなんかそこから上が久石様がでかすぎるというか、はいはい、まあ、身長では昭島様の方が大きいのになぜか久石様の方が大きくなるというか、まあ、肩から上の部分だけで見たら、ちょっとまあ違和感があるというかね。はい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 。まあ、もともとなんか座高が高いっていうのは分かってたんですけども、ただなんかその肩から上だけが異常に長いというか、まあ、もちろんその髪型とかでね、その持ってるからっていうのもあるんかも分かんないですけども、はい、まあ、それにしてもなんか大きすぎるというか、だからまあそういうのもあってなんか久石様がいつもなんかその服装とかも襟付きのシャツとかを着てるから、首が長いことを隠すために襟付きのシャツとかを着てるのかなっていう。だからまあ毎回襟付きのシャツしか着てないんでね。まあ確かにね。まあ学校にしてもまあ肩シャツとかあるからね、襟が付いてるし、うん、まあ私服とかでも襟が付いてるシャツしか着ないし、はいはい、まあその辺でまあ首元が見えてしまうと長いことがバレてしまうから、そういう風なまあ服装にしてるのかなってところがあるのかなって形ではありましたけども、そんな別に見てる感じは違和感はなかったですけどね。ないでしょうけども、うん、まあ、世の中小さい頃でも首が座ってないというか、まあ、よくなんか首が曲がったりとか、まあ、そういったのもあったんで、はいはいはい、まあ、そういったのももしかしたらなんかその運動とかにも影響してるかもわからないし、まあ、それが別に障害につながっているかとかわからないですけども、まあ、この辺がねどうなるかなってこともあるし、まあ、一応なんか久石様の方はなんか東京大学に行くためにはトンボの研究で行くのか、米の交配とかで、はいはいはい、まあ、論文でも発表していくのかっていう形では、まあ、そういった形の実績とかがね必要だと思うんですけども、うん、まあ、この辺でなんかその紀子様が以前なんかその新潟県の佐渡を訪れた時に、はい、まあ、時と暮らす、まあ、米作りっていうところで、まあ、新潟県の佐渡を訪れて時訪朝の式典に出席されたっていう形で、まあ、ニュースになってたんですけども、まあ、これ平成20年なんでだいぶ前なんですけども、まあ、この時になんかその紀子様がパンプスを履いたまま、まあ、田植えのパフォーマンスをしたいっていう形 でただその田んぼなんでね、もちもちはぬかるんでるからっていうことで、はい、まあ、そこでまあ農家の人がまあ頑張ってその田んぼの上そこに砂利とかを敷き詰めて、うん、パンプスを履いたままでもいけるようにって形でやったみたいで、ただまあその後ね、その当然田んぼとかに砂利が敷き詰められてるから、確かにややこしい、それを取り除くのに結構大変やったみたいな感じでも、ことでまあ新潟の人も怒ってるみたいですけども、手間増えただけですもんね。うん、まあいろいろと昭島家は周りから嫌われてるみたいだから、まあね、今後どんな感じになっていくのか分かんないですけども、まあ高校生活で また悪さが見つかるかも分かんないし、うん、まあどういう形で乗り切るのか見ものですけども、まあどんな展開を向けるかね、皆さんの予想とかも聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、コメントください。あとチャンネル登録まだしたら登録の方もお願いします。よろしくお願いします。